アロハー、オエナでーす。さて、今日もライブをしていこうかなと思います。今日はレムリアンボイスの体験会だったんですね。そして、私もたくさん声を一緒にね、体験会で出させていただきまして、ちょっといい感じの声になっているので、歌おうかなと思ってライブを始めました。これこの間お友達が作ってくれたんです。可愛いですよね。ありがとうございます。さあやっていこうと思うんですけどね、いつもね私のライブはね結構ね大変ですねですが、今日はですね、はい、ポリアフを歌っていこうと思うんですけども、さっきね、女神とはっていうお話をね、どういうのが女神なのかっていうお話をお友達としていました。そしたらやっぱり、ハワイの女神の特徴は、皆さん、はい、強い、パワフルということがね、キーワードなんですね。ポリアフもそうですよね、本当にね、あのマウナケアの頂上で一人でも暮らしていくわみたいな感じで、ね、強いわけですから、はい、あのハワイの女神様たちは本当に力強い存在なんです、はい、私も散々ねレッスンでねこれねお伝えしているんですけれども、私自身はというとやっぱりなんかねちょっとね、あのたまにねすごく弱くなることもあります。はい、というような形で、まあ、しょっちゅうね泣き虫で泣いちゃったりとかね、はい、もうすごいですね。泣き虫なのはもうしょうがないなと思いますけども、結構泣きます。はい、ちょっともうちょっと下げる、これ下げようか。はい、そして譜面をどうやって見ようかな。譜面見ないでもね弾けるんだけどね。あ、でもなんかこれ、あ、違うあれになってるから、譜面を見たら多分私は間違えちゃうパターンですね。はい、今日は日曜日かな。皆さんありがとうございます。日曜日の朝なのかしら。あら、そうですね。じゃあちょっとですね、今日はポリアフです、うん、はい、ハワイ島のマウナケアに住む雪の女神の曲ですね。ワイマカオI'm not afraid to die.
ございました。ウェーブ視聴ありがとうございます。いつも見てくださって嬉しいです。ありがとうございます。はい、なんかね、ウクレレを弾いて歌うっていうのもとっても大好きなんですけど、やっぱりポリアフは私は踊りながら歌いたいなって途中から思いましたね。踊りながら歌いたいなですね、本当にね、うん、そうなんです。それで今日ね、そのレムリアンボイスのことをねやってたんですけれども、あのね、本当にね歌が大好きで、でもう本当にずっと歌とともにね来た方がね体験にいらっしゃいました。そしたらば、なんと最近ねあまり歌わなくなってるっていうことね、おっしゃっていましたね。どうですか皆さんは、お歌好きな方は歌ってますか？どう？皆さん歌ってる？ね、意外と私も歌大好きなんだけど、なかなかね、そうね、そう、ハワイに来てからね、再婚してハワイに来てたりするから、いつもやっぱりね、一緒にこう近くにね人がいるとなかなかちょっと恥ずかしくて歌えなかったりとかしてましたね。それで今もお友達のねお家にね住まわせていただいてるんですけれども、やっぱりなんか鼻歌歌うのも恥ずかしいなってちょっと思ったりもするんですよ。不思議ですよね。あんなにこうね2000人とかの前で普通に歌う人ですけれども、あのやっぱりね鼻歌すらもなんかねちょっと恥ずかしいなって思いがあるの。皆さんどうですか？また後でねアンケート取ってみようかなと思うんですけど、恥ずかしいなとかって思ったことある？声出すのどう？結構さ、子供の前で歌うの恥ずかしいとかってないですか？私結構ありますね。なんか子供が寝てから練習してたりとかしてたんですけど、で子供が寝てから練習したら子供にすごい怒られて、上の部屋に寝てるのに下で私がねウクレレ弾いて歌ってるんですよ。そうするともう本当に頼むから歌わないでくれって言われたことがありました。大ショックでしたねまあ夜中に歌う方があれなんですけど、もう本当にね言われてショックでしたよ。本当にね、音楽やってる息子なのにね、なんてことを言うなと思ったんですけども、まあそんな風にねやっぱりね、ね本当に大きな声で歌えるねカニカピロとかはね楽しいなっていう風にね思っています。で今もう一つ歌おうかなと思ったら譜面を向こうに置いてきちゃったので歌えないからね、ちょっとポロロンって弾いてみたりしています。で自分の声ってやっぱりキーってありますよね。自分の声で歌いやすいキーってあります。でそれがやっぱり皆さんと同じとは限らないね、私はやっぱり F とか G とかそれとか A とかこの辺りが声が出やすいかなと思っています。で C になっちゃうと、C だとね高いかなって最近は感じたりしています。やっぱ F がちょうどいいかなとかって思っていますね。またねいろんなレパートリーがあるのでね、またライブをしていきたいとは思いますが、はい、ぜひぜひね、いろんな曲ありますので、いろいろで歌っていきたいと思います。そう、そしてこの間ね、その音楽家のお友達とお話ししている時に、私の夢を語ってみました。私はやっぱりクラシックの出身であるので、まあ、ウクレレ弾いて歌ってるんだけれども、やっぱりこうオーケストラをバックで歌うっていう喜び、あるじゃないですか。でやっぱり好きなねアベマリアとかあるんですけども、そういうのをねオーケストラのバックで歌いたいなんてねちょっとねやっぱり思っているんですよ。なんかねピアノもいいんですけど、やっぱオーケストラのバックってすごく憧れるでしょ。で実際若い時にそういう体験をしてるので、やっぱりオーケストラいいなと思ってるんですよね。だからハワイでもありますよね、いろいろねオーケストラあるし、ハワイアンバンドもうねそのオケみたいになってる大きいビッグバンドになってるのあると思うんですけども、だからそういうのをバックに昔ねいたんですよ、歌手の方で、ソプラノの声のような歌い方をするね、
ハワイアンミュージックの歌手の方、ニーナさんという方いらっしゃったんですけども、なんかそういう方のようにね、オーケストラをバックにハワイアンの音楽をね歌っていくっていうのをね、なんか実現したらいいななんていうふうに思ったので、今日ちょっとお話をしてみました。でそういうことも音楽家のお友達にねちょっとお話をしてみたらね、あの本当にそんなのは無理でしょうとかって言わないんですよね、やっぱりね、あの、うん、本当にねそういう夢は叶えられると思うよとか言ってくださって、でなぜならみたいなのをね書いてあって、うん、だからなんかそういうのってすごい嬉しいなっていうふうに思いました。でも確かに、私の師匠フランク・ヒューイット先生もですけれども、私がいろんな夢を語っていました。当時ね、あの入門して、修行をしている中で、こんなこともあんなこともやってみたいと思っていますっていうね、結構斬新な提案もさせていただいたんですけれども、あのね、どれ一つ、ダメって言われたことがないんですね、できないよそんなのとか、そんなのダメでしょとかっていうのが一切なかったっていうのをね、ちょっと今思い出しました。あの、うん、いいんじゃない?やってみたら?いいんじゃない?やってみたら?ってそういえば言ってくださってたと思って、うん、やっぱりさ、先生になるってやっぱりそういうところがね、本当に素晴らしいなっていうふうに感じました。で、今になってみて思うと、やはりね、私の師匠も、たくさんのことをチャレンジして、いろんなことを新しいことに挑戦してやってこられたんですよね。その当時斬新だったかもしれませんけれども、やはりそれも、ね、師匠のまたその上の先生師匠たちがね、本当にそれを受け入れて認めてくださって、でどんどん開花していったのかなっていうふうに感じました、うん、だから私も今レムリアンボイスという講座をねやっていますけれども、受講生さんの皆さんが本当にやりたいって思うこと、そしてこんな夢がある、あんな夢があるってね、たくさん聞かせていただくので、本当に叶うよそれ、叶えていこうねっていうふうにね、本当に心から応援していきたいなっていうふうに感じています、うん、なんかね講座楽しみなんですよ、はい、でまだね、あの体験会ね、ちょっと日にちまた話しますので、はい、入れますので、ぜひね体験会いらっしゃってください。そして、はい、本来は LINE だけの方に実は無料でプレゼント、講座をプレゼントするっていうのをね企画しているんですけれども、インスタライブを見てくださった方で、体験会にね来ました、体験会出ますって言ってくださった方にはですね、無料でご招待っていうのはちょっとね、講座の無料ご招待っていうのはちょっとね、あのお一人だけなんですけれども、そうですね、今考えました、インスタ見てくださる方だったらば、インスタから来ましたって言っていただけましたらば、はい、モニター価格ということでご用意させていただこうかなっていうふうに思っていますので、ぜひ気になる方は、ストーリーズの方にまた上げていきたいと思いますので、タイミングですね、タイミングあって見ることができて、ね、あのアーカイブね見てもいいですよこれね、それで、私の方に、はい、DM をください。そして、体験会に出てください。そしたらば、はい、無料じゃなくてごめんなさい、モニター価格でのご案内っていうことも、これもまたちょっと抽選になっちゃうんですけれども、させていただきますので、ぜひぜひご応募いただければと思います。本当今日も聞いていただいてとっても嬉しいです。そして私今ご機嫌です。なぜならカラフルめちゃめちゃカラフルでとってもご機嫌でございました、はい、歌はね、あの最初の方にポリアフを歌ってますので聞いてみてください。それではまた会いましょう。またねー。